ウェズリアン大学、高い質の教育を少人数で行っている、リベラルアーツカレッジの一つである。中でも、ウィリアムズ大学、アマースト大学と共にリトルスリーと呼ばれており、特に名門とされる。アメリカの大学ランキングでは常に最上位グループに位置しており、ホーブス氏による2016年度版の全米大学ランキングでは9位、リベラルアーツ大学ランキングでは3位に位置している。 キリスト教メソジスト派の大学として、初代総長であるウィルバーフィスクによって1831年にコネチカット州ミドルタウンに設立された。米国内で最も教育上先進的な機関として名高く、アメリカの大学の中で初めて学部生のためだけの科学施設であるジャドホールが作られた。1872年には当時のアメリカの大学では、 革新的であった女性の在籍が認められウェズリアン、エクスペリメントと称された。1910年に300だった学生数は1960年には800を超えた。1970年代までは、リトルリーの残りの2校である、ウィリアムズ大学やアマースト大学に比べて、学生数は少なかったが、その後大幅に増加し、今では3000人弱の学生が在籍している。 1937年には、教会の影響を排除しており、今では、宗教職は、一切ない。ウェズリアンという名前は、メソジズムを18世紀英国で起こしたジョン・ウェスレイに、ちなんでいる。ウェズリアン大学の他にも20ほどの大学が、ウェスレイの名を大学名の由来としているが、ウェズリアン大学とは関係ない。ウェズリアン大学の歴史に関する書籍は2つ、発刊されている。 一つは、ウェズリアン、s ァーストセンチュリーであり、もう一つは、ウェズリアン・ユニバーシティ、1831から1910、コリージェット・エンタープライズ・イン・ニュー・イングランドである。ウェズリアン大学のキャンパスは、コネチカット州、ミドルタウン市西部にある。1.5平方キロメートルの敷地内には340もの建物が建っており、キャンパス内には、多くの芝生の広場があるためゆったりとした。 過去一気を感じることができる。ミドルタウン中心街からわずか300メートル西に進んだあたりからウェズリアン大学の建物が見られ500メートルも進めばキャンパスの中心に至る。キャンパス北部には大学所有の映画館、数々の音楽、ダンスホールや美術スタジオなど芸術変更に関する建物が立ち並ぶ。中心部は野球コートや ユスダン学生センター、フォスヒルと呼ばれる大きな丘など学生が集まる場に加え、大学運営のオフィスが入ったノースカレッジ、サウスカレッジが位置している。この二つの建物はミドルタウン市から購入された建物で、設立当時唯一の敷地であった。しかし1906年にノースカレッジは火事により消失してしまったため、最下を逃れたサウスカレッジのみが、 設立時から残る建物である。これらの建物に次いで、南に、キャンパスは拡張し、記念チャペル、図書館、現在は劇場へと改築されている、ジャッドホールが建設された。これらの初期建築群の南には、オリン記念図書館、PAC、シャンクリン研究棟などが建っている。そのさらに南には、バターフィールド両群がある。キャンパス西部には、 数多くの学生寮がある他ウェスショップと呼ばれる学内唯一の売店、またフリーマンアスレチックセンターやアメリカンフットボール場、ラグビー場などのスポーツ関連施設が見られる。ウェズリアン大学には180万冊の書籍と1万を超える雑誌等の定期観光物があり、その大部分はオリンピネント書館に所蔵されている。キャンパスにおける 最初の図書館は南北戦争直後に建てられたリッチ・ホールと呼ばれる建物だった。現在は改築され劇場となっている。オリン記念図書館はマクイム、ミードそしてホワイトの3人によってデザインされ、1925年に着工、28年に大学に寄贈された。学内で二番目に大きな図書館はサイエンスライブラリーであり、十五万冊の科学的、 書物、論文、雑誌、その他観光物を所蔵している。また、かつてがビソン芸術センターにはアートライブラリーがあったが、2013年に廃止され、蔵書はオリン記念図書館へと移動した。他にもカレッジオブレターズや、講述の CSS などをはじめとして、学部ごとに小さな図書館がいくつかある。ウェズリアン大学は40の学部を持ち、 900以上の授業を毎学期開講している。学部生は47の専攻から選んで学士号を取得することができる。基本的には2年生の春学期に専攻を宣言することとなっている。カレッジ・オブ・ソーシャル・スタディーズとカレッジ・オブ・レターズは1年生の春学期に宣言するなど例外もある。47の専攻は以下の通りアフリカ系アメリカ人文化学、アメリカ学、 人類学、考古学、美術史、美術、天文学、生物学、科学、古典、カレッジオブイーストアジアンスタディーズ、カレッジオブレターズ、カレッジオブザ・エンバイロメント、カレッジオブソーシャル・スタディーズ、コンピュータ・サイエンス、舞踊、地学及び環境学、経済学、英語、フェミニスト・ジェンダー及び性に関する研究、映画作成学、ドイツ学、政治学、歴史学、 ラテンアメリカ文化学、数学、数学経済の総合プログラム、中性学、分子生物学及び、生物科学、音楽、神経科学及び行動科学、哲学、物理学、心理学、宗教学、ロマンス言語学及び、文学、ロシア、東欧文化学、ロシア語及び、ロシア文学、社会における科学のあり方、社会学、演劇、 これらの47の専攻のうち15、つまり約3分の1が学祭プログラムである。また、2つ以上の専攻をもって卒業することも可能であり、実際40%以上の生徒が2つ以上の専攻をもって卒業している。ブルメジャー。また、52%の生徒は自らで専攻を作って卒業している。2012年2月からは、 副専攻プログラムの提供も始まった。ウェズリアン大学には工学部がないため、カリフォルニア工科大学及びコロンビア大学工学部とともに3から2プログラムと、称されるプログラムを提供している。このプログラムは5年かけて、ウェズリアン大学及びカリフォルニア工科大学、またはコロンビア大学工学部のいずれかの2つの学位を取得できるプログラムであり、 専門的な学習は、ウェズリアンのキャンパスを離れて行う。5年目の学費は免除される。授業は少人数制であり、10から19人の授業がほとんどで、学生対教員の比率は9、1である。ライティング能力が、どの学部でも重視されており、99%を超える学生が、ライティングのカリキュラムを修了している。1年生には、ライティング、分析、 議論及び批判的思考力を養うことを主目的とした一年生専用のセミナーが提供される。CSS とはザカレッジ・オブ・ソーシャル・スタディーズの略であり、1959年に歴史学、経済学、政治学及び哲学を統合して生まれたウェズリアン大学独特の学部である。生徒個人の知的独立とともに生徒と教授の間の協力的、 社会的関係の構築に焦点を当てている。生徒は、プログラムの10.5単位のうち5.5を2年生のうち取得する。2年生の間は、西洋の近代社会の成立を歴史的、経済的、政治的観点から勉強し、期末試験は、総合的なものとなっている。3年生はよりグローバルな視点からの分析となり、4年生に、 なると卒業論文もしくは卒業エッセイの執筆が課される。ウェズリアン大学では11の学部別の大学院プログラムがある。ただしこれらは自然科学、数学、コンピューターサイエンス、心理学そして音楽の分野に限られる。プログラム終了後には文学修士、理学修士もしくは博士号が授与される。ウェズリアン大学が百五十三年に 全米で初めて開始したプログラムでリベラルアーツの分野での修士プログラムである。現在では多くの大学が類似したプログラムの提供を行っている。学部に縛られない学際的な研究の機会を陰性に与えているプログラムである。このプログラムの生徒の多くが近隣で私立公立を問わず教員職についているかすでに一度大学院に通っている。 大学運営にあたっては卒業生等による寄付、エンラウメント及び生徒から徴収される学費がその主な資金源となっている。寄付額はその年ごとに変わるものの、年間60万ドル程度である。これは他のリベラルアーツカレッジに比べて少なめであり、全米リベラルアーツカレッジの中では23位に一致している。寄付額が少ないため学費は比較的高く、 両非職時代を含め2013年度は年間59,914ドルである。ただ、返済不要の財務援助も充実しており2012から13年には46%の学生が平均して39,026ドルの支払いを免除されている。また、工術のフリーマン奨学金プログラムも返済不要の奨学金である。 ウェズリアン大学に関する書籍は30冊以上。発刊されているが日本語で書かれたものや翻訳されているものは数少ない。また、ウェズリアン大学は文学、劇場映画、テレビドラマなどにも登場する。ただし、撮影場所には別の大学のキャンパスが利用されることもある。2012年に開設されたウェズリアン大学に通う。 日本人学生が中心となって運営しているブログである。アメリカの大学の学部生活や生徒たちが考えたことを紹介している。米国大学学部に関する数少ないブログのうちの一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。